ビリーズさん。そうですね。なんかさっきの T シャツ変えた方見せてくれるっていうんで、ちょっと待機してると思うんですけど、ね。あ、そうなの？はい。で、シュプリームなんですけども、オンライン。つぶさんなんか変えたんですか？赤いデッキが変えました。なんで？なんで変えんの？赤のデッキなんてめちゃくちゃ人気じゃんだって。ね。じゃあ、まこっちさんのとこちょっと戻りましょうか。森本さんどうなってんのかな？今話しかけていただいて、シュプリーム変えた方、広げていいですか？いいですよ。すいません、じゃあ失礼します。わー、白。ちょっと目立たなかったんで、本当にちょっとこれ画像だと白にグレーみたいな感じだけど、肉眼は白にクリーム、薄いクリームですね。うん、わー、確かに目立たないこれ。さりげないですね。おー、はいはい。遠くから見ると光の加減でも結構変わらない。サイズ感は一緒っぽいですね、今までと。ですね。これで L。 これは原宿ですか？何番ぐらいに入れたんですか？あ、36番ぐらい。早っ。で、それですでにベージュがなかったんですよね。うわ、もうサイズも全部ない。サイズも全部ないです、ね、うわ、そんなことある？あのベージュの一番人気のやつ36番で入ってサイズ全部完売ってでも T シャツ2枚違うカラーなら買っていいってことなんですね、やっぱり。つむさんも狙ってたこの紫のやつですね。いい感じの紫ですね。これも本当にちょっと囲ってあるだけって感じですね。そうですね。なんかこうでこう囲ってくり抜いてるみたいな。これはこれでさりげなくていいですね。これも裏はもうそのまんまなんですよね。そうです、あんまり無地のまんまですね。2色変えるって今までないですよね。このいわゆる王道のボックスロゴじゃないにしても、うん、この淡いやつ、うん、選択したら消えちゃいそうですけどね、うん、なんかそれぐらい微妙な濃淡ですよね、うん、分厚くはない。でも全然紫してないので、うん、使いやすい紫。7150円。 T シャツ7150円。おー、じゃあ6500の税か。安いですね。安いというか今まで通り、うん、値上がりはそんなしてないってことですね。生地も悪いんじゃないか。そう、結構白タグは薄いですね。生地はまあ白タグクオリティの薄め、はい、薄いやつと、あとはバッグですか、買われたのは。クリップ。わー、かっけー。そう、クリップが。え、なんすかこれ。どういう、ペッパーが入る。クリップなんてあったんだ、今日。かわいい。3色はセット。これでおいくらなんでしょう。2640円。そんなにじゃあ、掘ってない。あ、すいません、ありがとうございます。あと、このバッグ、リュック。肩掛けのサイドバッグ。ショルダーバッグだ。あと、ちっちゃいやつ。うわー、すごい、ありがとうございます。すいません。わざわざ広げて、すいません。絞り染めのジーパンとか高すぎて買えなかった。他のアイテムも買おうとしたけど、高すぎた。今、まこっちさんと合流しました。はい。で、つぶさんが赤デッキ変えたっていうことなんですけど、まこっちさんも変えたんだ。変えました。おー。はい。ただ、残ってます。っていうことです。それは変えますわ。今までそんなことあります？だってオーソドックスなデザインでしょ？そうそうそう、この。まあ、赤に白じゃないにしても、うん、ねえ、今までだったら速乾するようなやつが普通にまだ残ってるんだ。残ってますね。そりゃ変えますわ。ああ、なるほど。T シャツと同じで、今回のボードも若干目立たない、うん、あれなんだ、シュプリームのロゴが、うん。黒の方はね、完売してるんですよ。黒の方が人気なんだ。うん。黒に黒。うん。なんかね、裏面がカーボンっぽいんだよね。13,200円。ちょ、そんなバカ高くないですね。うん、まあ、変えてよかったんですか？うん、そう。うん。だデッキが欲しかっただけだから。まこっちさんはそれだけでも変えれば買いたいっていうことで、いましたもんね、最初から。うん、意外。T シャツも2枚買えるし、結局。やっぱり買えるの？買えるらしいです。え、まこっちさんどうしたんですか、原宿店。まだよ。まだ呼ばれてないんだよね。全然進まないんだ。進まない。もうちょっとなってからが全然呼ばれないですね、じゃあ。うん、そうだね、進まないですね、原宿店。これだけど、もうここにいんだよね。でもさっきからずっとそれで止まってるんでしょ。そうそう、止まってるような感じ。あと森本さんが代官山、原宿って当たってて、今、まだ行ってる最中ですよね。ちょっと帰りを待ちたいですね。そうですね。はい。この様子だと何かしら変えてるし、あと、森本さんは XL か 2XL があったのかどうか。どうか。はい。自分の分が変えたのか。そうですね。入れました。森本さん帰ってきた。
すげえな、荷物が。疲れました。疲れた。お帰りなさい。初めて宿はしごしたの。代官山と渋谷。すげえ。森本さんは、結局 T シャツは最初行った代官山店で、ご自身の分買えたんですか？そう、自分の黒の XL と、あとはつむさんの分の白の L。XL が残ってて、2XL はなかった。なかったですね。なるほど。さすがになくて。ああ、でも XL 買えたのよかったですね。それであと、渋谷店に行って、ネイビーの、これはヒデさん分ですよね。あと、黒の M。これはまた別のちょっと友達に渡そう。わあすげえ、でもじゃあ変えた、すげえ。紫はなかったんですか？なかった、もう全サイズないって言われました。紫がじゃあ意外と人気だったんですね。少なかったんじゃないですか、単純に。白黒はじゃあ多かったってことですね。ネイビーも意外と、わあ。チグルでも多分最初の方じゃなくて買えなかったんじゃないですか。あのね、今、ナッシーさんとお会いして。1グループで乾きないって。1グループだったんですか？あ、息子さんが？すげえ。パープルも変えて。あ、カートコバンティ。これいいですよね。いい。この黒とネイビーほとんどわかんないですね。さりげないな、本当に。光の加減でわからなくはないみたいな。自分考えると白はもう明らかに全然違う。いやでもこれも白もちょっと離れてみたらわかんないですよ、これ。このカートコバンティ。これいいですね。ただやっぱりちょっとちっちゃいですね、写真が。うん、この3つはナッシーさん今出してくれたんだやつで、はい、これがツムさん、はい、森本さんに支援してもらって。森本さん買ってくれたツムさん。でこのネイビーはヒデさん、ヒデさん。これは森本さんのお友達だ。この黒とネイビーってめっちゃ分かりづらいですよね。この動画でカメラ越しに撮ると若干光って分かるけど、肉眼もっと分かんないですよね。カートコバンティもやっぱり写真がちっちゃいし。僕のこと同じぐらい。あ、本当だ。気持ちだけ。ほぼボックスロゴと同じってことは、じゃあやっぱちっちゃいですね。うん、いや、でもかっこいいけどな。いいですね。あれ欲しいですね。紫ね、だから相当少なかったんですね、数が。ナッシーさん、第1グループで入って、もうベージュもなかったってこと？はい。さっきの方も36でなかったって言ってたから、うん、各1。どうなってんのって感じですね。うん。あと森本さんが買ったのは、最初言ってた。結構、え、でかっ。え、でかっ。これめちゃめちゃでかいんですよ。もう今年切れないっすよ、ね。来年ですよね。そうですね、今年はもうちょっと、ゴアテックスで。すごいなぁ。で、確かこれ一応あれですよ、リバーシブルなんですよね。ああ。ちょっと。ポケットのところに。あ、ここに、あとここに、フードのところに。ああ、はい。ちょっと試着もさせてもらえて。これは XL？ これで XL。XL。これ結局おいくらだったんですか？いくらだっけな。いくらだって7万ぐらいした多分7万ぐらいしてた。まあまあそうですよね。ゴアテックスのこのパファージャケット高いですもんね。行きましたね。あ、本当だ。かっけえ。派手だなぁ。これは嫁がルックブック見て、これいいじゃん、買いなよって言ってきた。向こう、珍しく向こうが言ってきたから多分これは買っても怒られない。7万でも怒られない。値段は知らないけど。値段は、あ、ちょっと当てちていろいろ買ったから、つって。一緒にお会計したからちょっとわかんないわ、つって。でも動画見られてバレる。動画でバレちゃう。動画でバレちゃう。いやありがとうございます。すげえ。あとはもう小物、はい、小物です、小物。いろいろ。シプの小物好きなんですよ。あの、アクセサリーカテゴリーっていうんですか？集めちゃう。集めちゃう。ピンズと、最近服より小物買ってんすよね。これクレヨン。クレヨン。使わないけど。使わない。飾っとくように。お子さんにも使わせないけど。使わせない。あ、だからよくわかんない。あ、出た。クリップです。それ見せてくれた方いました。わクリップは3色セットなんですよね。使わないけど。でもトレイは色選べって言われて。はい、トレイよくわかんない。何入れるかわかんないんですけど。結構しっかりしてますよ。何かに使うトレイ。何かのトレイ。本当に買ってきちゃいましたね、いろいろ小物。小物は可愛いから。あとはステッカーセット。あ、これ切れてるやつ、ここについてるんだ。一個一個分かれてる。
これ何なんですかね、これ。どういうこと？だからあの、アナグラムが作れるんじゃないですか。ああ、こう入れ替えられるってこと？これも運が良ければ、普通にノベルティとして入れてもらえるってことですよね。どうなんですかね。入ってるのは、もともと入れてくれたのは、この3枚ですね。普通に買って入れてもらったのがこれなんだ。ああ、これ切れてないですもんね。これ切れてない。今回立ち上げのノベルティがない。なかった。前回もなかったですよね。何立ち上げのノベルティ？ああ、お菓子みたいな。立ち上げだとお菓子もらえたりしてたけど、毎回なんか変わって、なんかがステッカー以外にもらえるんだ。そうそう。シャボン玉とか、ミニトランプとか。その立ち上げのやつが今回はない。ない。ないですね。おー、普通にもらえるやつで入ってた。切れてるやつが。切れてるやつ入ってました。おー、やっぱり運が良ければもらえるんですね。ランダムですね。このカートコバンティ買ってる方いなかったんで、本当に見せてもらえてよかったです。意外といない。はい。俺老眼でこれこうじゃないと見えないね。これ薄いですよね。薄いよ、こんなん老眼な俺にはおじさんには今回のボックスロゴが見えない。見えない見えない。あるけどね、あの音でなんか何歳以上には聞こえないモスキートーンみたいなあるけど。やめそれの四角バージョン。おじさんには見えないボックスロゴ、かすかにあるなぐらいで。カートコバーンがいいんだけどね、これは。ちょっともうちょっとフォトティのフォト部分を大きくしてほしかったですけどね。ほんとそうですよね。大きくしてほしいよね、これ。かっこいいんだよね。いや、かっこいい。間違えて L 買っちゃったし。じゃあ M って言ったんだけど。M 頼んだのに L が来てた。そうそうそう。まあまあ、まあいいか。まあ、シュプリームあるあるです。そうだ、あるある。おー、マコッチさん帰ってきた。ナイス。紫の T シャツを狙って行ったんでしたっけ。そうそうそう。もう入ったら紫一切なしで、じゃあなんか俺自分の買おうかなと思って、XL ありますって言ったら、なし。原宿で200何十番か。L なら黒かなありますって言ったけど、とりあえずやめて、残ってたのがね、黒白、ネイビーの S って言ったかな。まあ2枚ずつ買っていいから、数はだからめちゃくちゃ多かったは多かったんでしょうね。だって俺の入ってる時でも一応 L サイズ買ってたから、L はね。普通は1枚ずつですからね。その2枚ずつ売ってたから、まあ買えてなかったけど、数はだからめちゃくちゃあったんでしょうね。嘘ね。はい、じゃあありがとうございます、はい。これで今日はもう全員番号の人は行ったって感じですね。堀本さんも、まこっちさんも。めっちゃ買ってる。今11時40分で、その時間でアトモスブルー、まこっちさんが入った時にはもうターミネーター白黒はなかった。展示がなかったです。ああ、こちらと話聞いたら、ID チェック受けたっていう話ですもん。通常販売なんで ID 確認しなきゃいけないんだっていう話だけどね。だって持ってこない人だっているよね。いる。書いてないんだから。あ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。デッキ変えた方。まあ、確かにスプリームの方が目立たないですね、あんまり。ほら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 、カーボンっぽい。シール入ってんの？シールはついてる。俺知らなかった。これ例のやつかな。あ、でも普通のっぽいな。あ、それっていつもの通常の。通常の方だね。うん。はい。あ、でもかっこいい。ああ、そうそうそう。これね、すごいいいよね。そうそう。みんな集まってるから。そうそうそう。おいそうそう、金髪の美女も、おいおい、あきとくんや、足元ちゃん日記や、足元ちゃん日記じゃない、ちょっとギャフしたね、寝て入っちゃった、足元日記ちゃんなんて言った、まこっちさん、こんにちは。あ、こんにちは、お久しぶりです。明けましておめでとうございます。ねえ、久しぶりです、久しぶりです。ねえ、自転車で、自転車のやつでめっちゃ笑った。ウーバーって言われましたね、仕事さんからね。かわいかった。今日は今日はこれからちょっとお医者さん、お医者さん、お医者さん似合うかな。え、あと20分で めっちゃいいフーディーとバッグ持ってる。あれ引っかかってカバンが取れない。